よかったー。まじ、ほんとに、とりあえずあったわ。とりあえず第一関門クリアね。まずは見つけてゲットしないことにはさ、開封できないから、よかったー、とりあえず。でも、もしかしたら、あのお店まだあるかもな。新しいお店いろいろ回ってんだけどさ、もしかしたらあそこまだあるもない。ワンボックス丸まんまじゃないんだよね。でも、しかしながら。しかしながらワンボックス。しかもさらにさ、ちょ、これね、一番手前のこれちょ、あのね、見て、このバリバリレベル。歯型、息子に噛まれまくる。これシングレットだったらどうすんだよ息子もうめっちゃバリバリ。もうね、気がついてたらバリバリ噛んでたんだよね。これシークレットだったらどうしよう。まあ、ちょっと最初に開けるか。この息子にバリバリに噛まれたさ、ウエアスの。どうしよう、これシークレットだったら。まあでもバリバリ砕かれた方が食べやすそうだけどな。こうパラ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 って食えるから。あ、どう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 。そんなに砕かれてないか。あ、なんか虫が食ったとみたいになってんだ。あ、ほうほうほう。でも余裕で、あん。うん。うん。うん、うん。やっぱうめえなぁ、うやさ。もういくら食っても、俺めっちゃ食ってっかんねん、これもうね。おそらく日本一食ってぞ。これ食べる日本一。いや、でも上には上がいるからな。俺以上に買って、まだ SEC 出てない人いるかもしんないね。コメントでもちらほら言ったけどね。で、これで SEC だったらマジで嬉しいんだけど。SEC。C じゃねえよなぁ。ベジッティングか。じゃあすごいチョコせ。ベジッティングだなぁ。これでブロリーだったらゴールドレアだからさ。ブロリーだった。うん。うん。ああ、うめえ。牛乳持ってこればよかった。牛乳、とりあえず一発目はベジットということで。本気、マジでさ、もうこれ、ここまで出ないって言うと。ここまで出ないんだったらさ、もうさ、マジでさ、バンダイ1枚くらいくれてもよくない？もう、お前は頑張ったと。お疲れぞ。しょうがない。ここまで出ない。こんな運悪いやつは、初めてだから1枚、あげようと。そんな、あれやったってもよくない？いや、マジでもう、いや、もう、売ってないんだもん、マジで。売ってたらマジで、まあ、買えるからさ、勝負できるし、まあ、ね、こう、かぶりのシールもたくさんゲットでき、上はその、こんなうめえお菓子、たくさん食えるしさ、最高だね、カロリー摂取、筋トレ前のカロリー摂取ですごいいいんだけどさ、もうその頑張りをちょっとさ、慰めてほしくない？俺の頑張りをここまで頑張って。これどうです？めっちゃ探してんだぜ。こんな売ってる、いやもうないです、いやないです、ないです。あー、ないですか、やっぱそうっすよね。ないです。あーバーグ感動と興奮。まずそこの第一関門がマジ釣れんだよね。全然ないから、あー摩訶不思議ゴディレア来たよしがし欲しいのは SEC これで出るのさ SEC SEC の予感がするこれでカリン様でいやなんかやっぱカリン様見ると落ち着くよなありがとうカリン様センズレ回復センズレ全回復ありがとうございますセンズレ全回復よしカリン様のパワーをペクスルスメジャーに乗せてカリン様ヤジロベイベイヤジロベイくそーヤジロベイかでもこのヤジロベイに俺たち勝てるやつ辛くないマジヤジロベイにボコられるのが辛いよなヤジロベイあんなもん食うしなマジあの食いしん坊の悟空だっていらねえよっていうさまああんなもん食えねえよ確かにな俺もでもちょっとうまそうに、丸焼きでうまそうだってあれ。ちょっと食ってみたいって気持ちもあるけど。これで SEC よ !SE! コリンさんもダブリじゃねえかコリンさんはめっちゃ、つうか普通あのカリン島なんて登れねえよな、あんなもんな。あんなもん絶対登りきるの無理だよな。登りきったとしてもさ、あそこ登るの無理じゃねえあのネズミ返しになってるとこ。悟空すげえ器用に登ってるから、あんなとこ絶対登れねえしさ。まず登りきるのも無理だからな。摩訶不思議ゴディレア来たけど、俺が欲しいのはシークレッティング。シークレッティング。ああ、俺ジピックか焦ったー進化で踊ったでもね、俺大好きなさ、オレンジピッコロ、これ何枚目だろうまあ、10枚くらいいけるかもしれない。めちゃめちゃ嬉しいわ。オレンジピッコロたくさんゲットできてんだよね。俺の大好きな。
一番くじを前にしてたくさんゲットできている。ありがとう、オレンジピッコリング。そして、いくぞ。ああ、今日絶対 SEC の予感がしてきた。はあ、いや、今日出なかったのは、でももしかしたらあそこまた、あるかもしれないから。さあ、ロマンティックアゲームよ、ウーロン。ウーロンの面よ。いや、部長な。ロマンティックアゲームよ、ドゥルルルルル。俺はロマンティックよりか、ロマンティックよりも SEC が欲しいんだよ。SEC もいいだろ、ふざけ。これで23箱目ぐらいだぞ。30箱いくんじゃねえか。ふざけんなよ。30箱開けて出ない SEC って、まあ SEC だからな。でもちょっと冗談じゃなくて、トゥンテンテリンテン、トゥルテテテテテテテリンテン、腹立ってきたことあんな。テンテンテリンテン、くそー、やばい、マジでやばい。やばいぞ。ちょっと待って、ふざけんなって。もういいじゃねえか、もうお笑いにしてくれよ。あとね、これ終わったらニャンコ大戦争に着手したいんだよね。ニャンコ大戦争もあるからさ、ニャンコ大、テンテンテリンテン、トゥルテテテテティンティンティリティンティリリティンティンティリ、マジでか。それはないぜ、それはないぜ。ロマンティックダブリーじゃねえか。ロマンティックダブリー、そこはブローリーだろ。ほんとさ、これゴールドレア来るんだけどさ、ブローリーがマジで来ねえな。ブロリー12で止まってんだよ。ブロリー、この今まで出たゴールドレア全部ブロリーだったらもう30ブロリーぐらい行ってっかんね。あの12ブロリー達成してからね。それからゴールドに来まくってんじゃん。なのにブロリーが来ないっつうね。はぁ、鬼だわ。鬼、ブロリーも出ねえし、あと破壊王子もちょっと出ねえよな。破壊王子。バーッ、タイミングよ、呼んだかみたいな。久しぶりだ。これね、13ブロリーかな。オッケー、とりあえずよかった。あの、ブロリーが出たということは、もう負けではないから、今回ね。ブロリー、ありがとう。ブロリーの被りをゲットし、このウエアスを食べるという牛乳として、いや、最高だね。負けではない勝ち、ありがとうございます。あれ、あ、ま、間違えた。第4拍手。ペクトルスメージ拍手。よしよし、オッケー。うわ、久しぶりに見たわ、ブロリーマジ。かっこいいね。久しぶり。あと、UGR もしばらく出てないよね。アルティメティゴトレア。で、そう、アルティメティ UGR だったよな。そう、UGR。もう久しぶりすぎて、名前すらもちょっと危うくなって、UGR 出てねえよな。この悟空の、天使悟空のやつもなかなか出てないんだよな。いやー、キラだから焦ったわ。セルマックスか。こいつも結構来まくってるよな、セルマックスな。しかしな、セルマックスじゃないんだよ、俺が狙ってるのは SEC なんだよ。ビースティング、ビースティング。頼むぜ、ビースティング。来てくれ、ビースティング。うわぁ、コテンクスだ。ムカつくな、このシール。ちくしょう、ちくしょう、なんかバカにされてみたいだよな。うわぁ、来るかな。え、マジでやばいって。今日も出ないんかな。パンちゃん来てるんだよな。コメント欄見る限り、あのパンちゃんの箱に入ってる率が高そうなんだよね。パンちゃん、パンちゃんが出る箱に出そうな感じするんだよ。コメント欄、みんなのコメント読む限り。セルマックス。さあ、今日もダメなのか。嘘だろ。嘘だろ。っていうかもう最後じゃねえか。これおかしいって。比率が。UGR も出なかったな、もう。もうここ全然出ねえぞ、このゾーン。おい、マジか。ちょっと待ってって、もう。いやー、心が折れる、マジで。ほんとに、頼む、 SEC 信じてるぞ。最後の最後の SEC。ロハハハ、一気に14ブロリーいったぞ、今日で。え、マジ、20ブロリーいけるかもしんない。え、ちょっと待って、マジで20ブロリーいけるかもしんない。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、あれあれ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ブロリー。あれ、14じゃなかったっけ。あん中に1枚入れちゃったかな。もう1枚入ってるかな。もう1枚残ってるかな。でも14のイメージがあったんだけど、ちょっと後で探してみる。あん中に1枚紛れ込んでる可能性も
あのね、いかんせんあの量だからさ、あの量だから全部チェックするのにすごい時間、めっちゃ今日もまた増えたしな。いや、あの、かぶりカードが。いやー、メモリアルシールが、シールがめっちゃ増えるよな。でもね、ブロリー2枚補充できたから、ブロリストとしてはもう大勝利中、大勝利中、ありがとうございます。いや、すごいね。この調子だと思うし、20ブロリーいけるぞ。これ泣くぞ、20ブロリーいったら。ファイル紙を全部並べて20ブロリー。それはそれで楽しみになってきた。それではまた次回ね。くそー出ねえな、マジで。ここまで出ねえともうなんか呪いを感じる。意志を感じる。呪われてる感じがするわ。いや、次回こそ出るかな。次回こそ絶対ね、SEC で。お会いしましょう。いや、マジ、もうそろ終わりたい。にゃんこ大戦争に行かなきゃいけないのに、にゃんこ大戦争。こっち、あのね、このね、新しく出たんだよね、これ。こっち開けたいんだよ、こっち。でも、あの、ウエア、ドラゴンボールウエアスで仕留めてから、心をね、あの、沈めてから行こうかなと思ってんだけど、猫だらぼっちマジで欲しいんだよ。早く開けたいんだよな。猫だらぼっち。すげえ楽しいな、猫だらぼっちがね。